皆さんこんにちは、ひろみつです。今回は来年開業60周年を迎える東海道新幹線こだま号を乗ってきました。今回は珍しく N700S でございます。実はこの N700S でございますが、2020年の7月運行開始されて1年間で、ね、めったに乗れなかった、まさに入手困難な車両ですが、今ではねほとんどレギュラー運用されて、これならね N700S ね乗れるようになった体制となりました。列車は花王小田原工場を通過し、佐川顔の鉄橋を通過します。列車は小田原市内を走行しますと、三宮大磯町を通過し、今平塚市内へ走行しております。そして列車は相模川を通過し、茅ヶ崎市内へ走行します。列車は神奈川県横浜市内へ走行しております。列車は間もなく新横浜駅に到着します。新横浜駅を無事帝国通りに到着しました。列車は新横浜駅を出発し、次の停車駅は品川駅です。東海道新幹線は品川へ向かいたいと思いますが、ここで新横浜までは最高速度の区間が終了となっております。列車は間もなく武蔵小杉駅へ走行しております。お気づきかとお分かりですが、東海道新幹線新横浜品川間ではビルの区間があるので、最高速度を130キロでの運転となっております。目の前には相鉄線直通の列車が見えております。新幹線で隠れて見えておりませんが、なんと湘南新宿ラインの車両が見えて武蔵小杉駅を通過しております。そして横須賀総武快速線の車両も見えております。さすが電車大好きな私としては、めちゃめちゃいい区間だと思いました。列車は多摩川を通過すると東京都へ入ります。列車は大崎駅のビル群を通過すると、目の前には山手線が見えました。列車は東海道線と京浜東北線の線路が見えてまいりました。ちょっと見づらいです。列車は間もなく品川駅に到着します。今回は品川までの乗車なので、品川駅へ降りたいと思います。
品川駅に降りました。今回の動画はここまでとさせていただきます。この動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。